プロ野球、勝力松太郎賞ヤクルト、高津監督特別賞初の二人受賞。2021年12月7日19時3分。今年のプロ野球に最も貢献した人に贈られる、勝力松太郎賞に20年ぶりに日本一に輝いた、ヤクルトの高津慎吾監督が初めて選ばれました。 また、特別賞には、大リーグで今シーズンの MVP 最優秀選手に選ばれたエンジェルスの大谷翔平選手と東京オリンピックの野球で金メダルを獲得した日本代表の稲葉敦則前監督の二人が選ばれました。勝力松太郎賞は、プロ野球の創設と発展に力を尽くした。 小正力松太郎氏を称え、毎年、プロ野球に最も貢献した監督や選手などに送られています。7日は、都内で選考委員会が行われ、セリーグを6年ぶりに制し、20年ぶりの日本一に輝いたヤクルトの高津監督が、初めて選ばれました。 選考委員会では接戦となった日本シリーズを制して野球ファンを盛り上げたことを評価したということです。また今年は大リーグで投打の二刀流で活躍しアメリカンリーグの MVP に選ばれたエンジェルスの大谷選手と東京オリンピックの野球で金メダルを獲得した 日本代表の稲葉敦則前監督が特別賞に選ばれました。特別賞には平成16年に当時マリナーズの一郎さん、平成25年にはこの年日本一になった楽天の田中正宏投手が選ばれていて、二人同時に受賞するのは今回が初めてです。 選考委座長、王貞治さん、話題が多い年だった。選考委員会の座長を務めた王貞治さんは、今年の選考について話題が多い年だったが、この賞は、勝力松太郎賞だから、やはり日本シリーズが話題となった。今年は、つい引き込まれるようなシリーズで、日本一になった高津監督で、 最終的に話はまとまったと明かしました。その上で高津監督について野村克也さんの教え子なので考える野球やデータ野球を体で覚えていたのではないか、野村さんの影響があったのではないかと思うと話していました。大谷選手については彼には大きな話題性があり、アメリカの現地の人たちも 彼に声援を送っていた。まさか満票で MVP に選ばれるとは思わなかったと驚きを隠せない様子でした。特別賞の稲葉前監督については自国開催のプレッシャーを乗り越えよくやったと思う。長い期間戦力を整えながらチームを作っていったと話していました。 ヤクルト、高津監督、チーム代表して、賞胸を張りたい。賞力松太郎賞に選ばれた、ヤクルトの高津慎吾監督は、チームのみんなが導いてくれた。代表して賞をいただき、胸を張りたい。チームのみんなに感謝していると、心境を語りました。ヤクルトからの受賞者は、 若松つさん以来20年ぶりとなることについてはあれから20年かという気持ちだ。日本一になったのがこの間のようにも感じるし長かったようにも感じる。勝てて良かったという実感があると話していました。恩師でもある野村克也さんと同じ賞を受賞したことについては型を並べたとか 名を連ねたとかという気持ちはないと話していました。大谷翔平、ファイターズの先輩と一緒縁を感じる。特別賞に選ばれた大谷選手は栄誉ある賞をいただけて光栄です。大リーグ所属選手としては一郎選手以来ということで、アメリカでの活躍を評価いただけて嬉しく思います。 また、ファイターズの先輩の稲葉さんと一緒に特別賞をいただけたことに縁を感じます。来シーズンも日本から応援いただければ嬉しいですとコメントしています。日本代表稲葉前監督、結束力のたまもの。特別賞に選ばれた野球日本代表の稲葉厚野前監督は、 このような素晴らしい賞を受賞させていただき、大変光栄に思います。今回受賞することができたのも、トップチームの監督として関わらせていただいた、すべての選手、コーチ、スタッフ、サポートしていただいた皆様の結束力の賜物だと思っています。 今後も微力ではありますが、野球界発展のために尽力してまいりますとコメントしています。20年ぶり日本一ヤクルト高津監督オーナーに今季の戦いを報告。2021年12月7日14時42分、プロ野球セリーグを制し20年ぶりに日本一に輝いた。 ヤクルトの高津慎吾監督が球団のオーナーに今シーズンの戦いを報告し、2連覇に向かって頑張っていきたいと決意を述べました。就任2年目の高津監督は、今シーズン2年連続最下位だったチームを再建して、6年ぶりのリーグ優勝に導きました。 そして日本シリーズでもオリックスを4勝2敗で破り、平成13年以来20年ぶりの日本一に輝きました。高津監督は7日、東京港区にあるヤクルートの本社を訪れ、ネギ志向生オーナーに今シーズンの戦いを報告しました。この後、ロビーに姿を見せた高津監督は、 大勢の社員から拍手で迎えられ花束を手渡されました。高津監督は1年間熱い声援ありがとうございました。皆さんの応援はいつも我々にしっかり届いていました。2連覇に向かって今後も頑張っていきます。こうしたたくさんの方に出迎えられて優勝の実感が湧いてきました。 これからも全力で戦っていきますと来シーズンへの決意を述べました。